今回はこちらの完全に放置ができるエコビオトープを紹介したいと思います。こちらはですね、中にメダカが入っていて、毎年ですね放置をして飼育しています。で放置をしているんですけど、こちらはですね、容器がですね、水量が50リットルあって、そしてですねこんな感じでソーラーパネルの、自宅のねろ過装置もついているので、勝手に水がですね循環して、メダカたちがですね生きていくことができるというような仕組みになっています。こちらのですね容器はホームセンターに売っている2000円の穴が開いているプランターを、その穴をですね埋めて作りました。水量50リットルあって、まあ水量多めなので非常にですね放置するねビオトープに向いています。そしてこちらはですね、以前の動画で紹介した100均のですねこちらの容器を使って、そしてあとねこちらの Amazon に売っているソーラーポンプをね組み合わせて作ったろ過装置です。非常にですねいい感じに作動しています。で雨とかですね降ったりもしたんですけど、今のところですね壊れずに、日が出てくるとですねしっかりとろ過装置が稼働してくれています。